はい、ではこれからですね、ケーブルの測定および診断が簡単にできる TV の 220E のご紹介をしたいと思います、はい、ではですね、このあの長さを正確に出すために、VP 値というのを設定したいと思います。まずはですね、長さがはっきり分かっている、今回10メーターのケーブルをご用意してください。でそこでままず計測します。 このような形で計測をすると、こういった波形が出ます。で、まずこちらで、立ち上がりのこちらにこう合わせます。はい、そうするとですね、実際10メートルのはずなのが9.29という表示をしています。で、これはこちらの VP 値が51.9という数字になっているために9.29と出てますから、ここで VP 値を合わせるというふうになります。 はいじゃあ、こちらまず押してください。そうすると、画面がここに切り替わります。で、この状態で10メーターで直接ここに10と入れてください。1、0ですね。それで、こちらのエンターボタンを押します。そうすると、はい、これが10.10メ10ーターと変わって、VP 値が55.9と変わります。はいでは、今求めたこの VP 値をライブラリー登録したいと思います。 はい、こちらを押します。で、今回、新規にライブラリー登録したので、こちらのボタンを押します。そうすると、こういうタイトルが出ます。まあ、今回、例えば、AAA というケーブルの種類というふうに考えたら、こちらの名前の方を変えます。まあ、例えば、AAA という形で入れていただいて、保存します。そうすると、こう出ます。で、この時の先ほどの VP 値ですね、559と。 という形でしたから、こちらに5、5、9と入れていただいて、セーブしていただくと。そうすると、こちらの方のタイトルで、これで最後、保存をします。はい、そうするとですね、こういう形で、AAA という表示でですね、ライブラリ登録が可能です。ですから、今後、この種類の AAA というケーブルを測るときは、こちらからライブラリを呼び出して、計測すると、正確な値が求めることができます。 はい、では、ライブラリー登録した AAA という種類のケーブルを呼び出して、計測を継続したいと思います。こちらからまず呼び出します。はい、こうやってライブラリありますから、カーソルで、今回のケーブルのま AAA、あ、と選んでいただいて、読み出します。それでこちらに戻ればですね、はい、こちらに AAA と書いてますから、今からこの AA のケーブルの計測が継続してできるということになります。 はい、ではまずですね、えー、と現状の正常な波形を保存したいと思います。こちらを押してください。はい、そうするとこういう形になりますので、これで保存をします。はいまあ、例えばですね、今回ケーブルの種類を AA としているので、まあ、ネームのところをです、ね、例えば AA にします。で、今日の日付ですね、今日実際、ノーティスもいろいろ書き込めるんですよ。例えば 分かりやすく今日の日付を入れてみます。という形で入れて保存します。はいそうすると、AA というタイトルの線で、今日の日付で保存したというのが分かります。はい、で、別の日にですね、えー、検査をきたときに、えー、正常な時の波形をこちらで映し出しながら、 現状の波形を比較することができます。じゃあまずですね、正常な時の波形を呼び出したいと思います。こちら、押しまして、でこの、えー、これが最初の正常な時の波形のデータなので、呼び出します。はい、こうでますので、これで呼び出します。はい、そうそうですね、こういう形で正常な時の波形が映し出されます。はい、で、今の現状のやつをリアルタイムに表示するためには、こちらの3本線を押してください。 でこちらのカーソルを下に下げていただいてこちらにカーソルを合わせますでこちらの項目の中のはいこれですね波形プラスこの絵ですねはいこちらで、えー、もう一度3本押しますとはいこれで今現状のリアルタイムな波形が出てます <laughs> じゃあこれで以上のところをつないでみたいと思いますはいという形で今つなぎましたこういう形ですね 変化しているのかかりりになますかかこの黒いところで通常は重ならないといけないのにこうやってブルーの線でこう下がってます、まあ、それがですねこのカーソルを見てもらって、まあ、合わせるとだい七点 7m7.29m ぐらいのところにこう波形が下がっているということで短絡している、まあ、何か異常があるっていうのが即座に分かります でではですね次にですね、えー、っとこういった通常正常な波形を見といてもし一瞬でも何かあったら見つけたいということもこちらの機器はできます例えば今こういう状態で言えば正常な波形を出している状態でこちらを押してくださいでこちらカーソルですねまた下げていただいて今度はこのマークのカーソルに合わせていただいて戻ります でこの状態で今、正常の状態だとずっとこういう波形なんですけども、じゃあちょっと一応異常な状態をちょっと一瞬作りたいと思います。そうすると、このような波形で変われて、こうやって色で分かるようになってます。で、これでまた正常に戻ると、こういうふうになります。そうすると、ここにこうやって色でこうやってブルーの領域が出ていると思います。こういうふうに出ているということは、何かしら一瞬でもこう下に下がったことがあるというのが、 お分かかりいただけますから、まあ、ここはやっぱケーブルこのケーブルおかしいよねというのが瞬時に判別することができます。